こんにちは。今日は YouTube のネタをどうやって整理してるかどうやって思いついてるかということでお話ししようかなと思いますちょっと久しぶりにちょっと整理してみようかなと思うんですけども、まあ、これ私は複数の発信をしてまして、まあ、ブログをやっていてメルマガメルマガは3つです3つ、まあ、税理士向け社長向けでセミナーの <laughs> 情報でも4つですね、うん あと、週刊メルマガで独立をテーマにっていうのをやっています。で、あとはボイシーっていうので営業術を出して、で、この YouTube では効率化っていうことで発信してるわけなんですけどもお、そういったネタをどうやっておお整理してるかっていうことでちょっとお見せしようかなと思います。でつでちょっと画面切り替えます。で使ってるのは今、Notion ですね。Notion なんですけど、Notion っていうこのメモ。 メモ,メモソフトなのかあれなんですけど、まあ、そういうものを使ってますでこのネタ帳っていうところにこうやっていろいろあるわけですよねでまあこの少ないからっていうわけじゃなくてエ e r ーノートの方にもを使っていてそこから移行してるんで別にこの数がどうのこうのっていうあれではないんですけど今のところ YouTube で直近のもので言うと61個あります まあ過去のものは別に映さなくていいかなとか思って今やってはいますけどもで、そこにこうやって並んでいるとで。これってどういう感じでやってるかというと、このホームっていうところのここに、あれですね、思いついたことをどんどんメモしてるんですね。日中はそれをひたすらやってます。でスマホでもメモできますし、iPad でもメモできますし、で 紙でメモしたら、まあ、たまにあるんですけど、紙でメモしたら、まあ、翌朝、ここにデジタルで入力してる,すると、まあ、そういうふうにしてます。で、このネタを、このネタ帳っていうところに、ロのッとわっと入れます。で、ドバッと入れて、このタグっていうのをつけてるんです。で、私は、複数発信してるんで、まあブ、このネタはブログにもなるし、YouTube にもなるなと。で、これはノーションセミナーでも、でも話したいなみたいな感じで、 こううややっっってててつ,ついたりっていうのをやってます。これはこの間やったデザインセミナーでも話し YouTube ネタにもなるなっていうので複数の発信元だとこういうタグ分けっていうのがあるといいかなと思います、まあ、1つの発信であればもうこうやって並べておけばいいかなと思いますしここにもう、ね、ネタとしてネタ整理しないで書いてる通り、まあ、別に整理しなくていいかなと思うんですよねで今実験的にちょっと、まあ、これ Notion ってこんな感じで これはネタの一覧ですね。ネタの一覧で、これはタグ別に変えると、まあ、そういうふうにう切り替えることができるんですけど、ここのチェックで、まあ、ネタにしたものはチェックしていくっていうのを、やろうかなと思ってるんですけど、まあ別にいいかなみたいな。で、ネタは、貯めたネタっていうのは、あ上に入れてるんですよ。上に入れてるということは、新しい順に並ぶんで,で、古くなって埋もれたネタっていうのは、もう別にいいじゃんと思ってはいます。 で、これやり方としては、もうちょっと細かく整理してどれを、どれをモネタにしたとか、これはボツにしたとか、なんかそういうふうに整理した方がいいのかもしれませんけど、まあ、整理するのも手間かかりますよね。だからまあそういうのはやらないように私はしてはいます。だからこの辺でいくと YouTube のネタで、必ずしもここのネタをゆ話すわけじゃないんですけども、まあ、今日は <laughs> ここに別にないんですよね。 別になくて、なんかパッと思いついて話したって感じなんですよ。で、これブログとかメルマガもそうで、のやり始めるときに思いついたらもうそのまま書くと。で、それがまあ一番ですからね。そのとき一番熱量が高いものではあるんで、で、それでお、おちょっと詰まったらこっちを見るっていうっていうような感じにしてはいます。まあ、ただ、私が昨日、昨日以前、昨日以前というより、今、今以前ですかね。 今,今より前に思いついたことは全部この中にあるんですよね。これはエヴァーノート使おうとノーション使おうとまあ変わらないことで、まあ、エヴァーノートのノーションも、まあ、あのそんな変わらないんですよ。やることは。やること変わらなくて何をやるかって、何をどれだけやるかっていうのが大事で、だからノーション、まあ、新しく出てくるツールってもてはやされますけども、まあ、別に、別に大したことないとは言わないですけども、そんなに違いはないと。違いはない。 まあ、決定的な違いはあるんですけど基本的な使い方っていうのはじゃあ私がマイクロソフトのワンノート使ったとしても紙でやるとしてもやり方は変わらないですよね、まあ、ひたすらメモしてそれをこのこのネタかどうかだけ分けるとで、まあ、メモするものにはこのやるべきことタスクもあると思うんですよタスクもあるし、まあ、今度のセミナータスクもあるしネタもあるんで まあ、タスクかネタかっていうので分けて、タスクは私は Excel で管理してるんで、Excel の方にタスク管理のシートにコピーすると。あコピー移動すると。で、このネタはこのネタ帳の方に入れると。まあ、そんな感じにしてはいます。で、このネタ帳で結構没になることも本当にあるんですけど、まあ、ほとんど没になりますよね。まあ、そんなに <laughs>、1日に5個思いついたら、じゃあそれで安泰かっていうと、次の日もやっぱ6個、7個思いつくわけじゃないですか。 だからまあそれでいいんじゃないかなと思います。で、なんかこのネタとしてはよくてもちょっと時間かかるからとか今はその気分じゃないかなとかっていうのもやっぱりあるわけですよ。で例えばなんですけど <laughs> YouTube だったらまあまだ楽かなってとこあります、ね。ブログなどブログとかだとちょっと写真を準備しなきゃいけないなとかブログに写真載せるようにしてるんでなんかそういうのが します一応「サウナラエヴァーノート」っていうのもネタに入れてるんですけど <laughs> 移行してもうこれそろそろ話してもいいんですけどです、ね、で YouTube で言うとこの ZF と ZFC というカメラの比較っていうのも、まあ、これもいつでもできるんですけど、まあ、今,今やんなくていいかなみたいなのがあったりとかはありますよねでこの「15分前誰のため」っていうのはもうこの間あこれ この間だけじゃなくて他にもありますよね。なんか15分前に着席してくださいとか、15分前に来てくださいとかっていうのってあるんですけど、いや、誰のための15分だとか思うんですよね。なんか別に15分前に、15分前にそこに行くって大変ではないじゃないですか。人の15分を何と思ってるんだとか思って、その怒りを一応メモしてるんです。で、このネタをメモするときに大事なのは、こういう、まあ、YouTube で、こういうことを YouTube で話そうとかですね。そういうことを考えて、 からあか考えずにメモするっていうのは大事です、ね、でこれネタになるかどうかわからんなっていうのからメモしておかないとやっぱりメモの精度が落ちますんでだからボツ、ね、に,になってもそれが無駄になるっていうわけではなくて最も無駄なのはいいネタを思いついてそれを思い出せないってことではあるんで、まあ、それがないように私は常にメモするってことをやってます。 まあ、あのどこでもスマホを大体持ち歩いてますんで、唯一メモできないのは、ランニングしてるときは止まってメモすればいいんですけども、うん、泳いでるとき、泳いでるときにメモとか、トライアスロンとかマラソンのレース中にはメモができないんですけど、でもやっぱりなんか思いつくときは、の頭の中に3つだけ、頭文字だけ覚えておいてで、レース終わってからメモするってこともあったりはします。だかららそ,それぐらい 思いついたことは大事にしておいた方がいいかなとは思います、ね、で、その元ネタ、元ネタをメモするみたいなイメージですかね。材料からメモするって感じですよね。だからこの中で、まあ、パッと思いついて、まあ、ガントチャート、プロジェクト管理とかもネタにできるかどうかですよね。これは私、こういうことを一切しないんですよ。一切しなくて。でもブログではネタにしたことあるんですよね。プロジェクト管理しない理由みたいな。 まあこれは YouTube でも話せるかなみたいなのありますし複雑すぎるとかアイコン作るとかこれはブログでこの間書いたんですよねあと朝食券の手間とかあの朝食券って何,何でしょうねとか思うんですよね、まあ、あの関係ない人が入ってくるからそれを配らなきゃいけないっていうのはあるでしょうけどもそれだったら部屋番号と名前とでチェックしてもいいんじゃないかなと思いますけどそのチェックの手間をなくすために朝食券の紙を渡してそれを 我々泊まる側が持っていかなきゃいけないっていうのはなんかもやもやするんですよね。もっといい方法はないのかなって思ったりはしますけど、なんかそれをもやもや思ってちょっと入れたとか、あと部屋の掃除入って、部屋の掃除、まあ、2泊するとき部屋の掃除入ってもらうっていうときに、あ私、いらないですって言うんですよ、大体。まあ、そういうシステムのところも最近ありますよね。いらなかったら札をかけといてくれみたいな。その代わり、 何かこれあげるよとかってそういうのもあったりしたりするんですけど部屋の掃除に入られるってことは、まあ、なんかちょっとある程度片付けなきゃいけないじゃないですか <laughs> あのそれが私ストレスでですね、まあ、別に散ら,かし、まあ、散,らか散らかしてはいますけど、まあ、別に毎回入ってきてもらってその物を触られるのは嫌なんですよね、まあ、それこそカメラとかでカメラとかパソコン類とか山ほどあるんで<え>私持ってってるんで それも嫌だなと思って入ってもらわないっていうのがもうチェックインの時にそれ言っちゃうっていうのが効率的じゃないかなとこれは YouTube のネタになるかもなとか思いつつ入れてますまあですねまあとそんな感じでなどどこれなんだっけっていうのもありますたまにまあでもそれはそれでいいかなとか思ったりするんで,で下の方に行ってもうこの全然ネタにならずに埋もれたものはまたそういえばこれってネタにできてないなっていうのでまた上の方に 上の方なりこっち側でメモすることっていうのがあるんで、まあ、別にそれはそれでいいかなと思います。そういやめ、やってないやって。で、忘れてしまったのはもうそのそこまでかなとそ、そこまでの熱量だったんで、まあ、別に気にしないというのが私の,その今までの発信のスタイルではあります。まあ、これはなんだかんだ最初にブログをやっていて、そのブログで編み出したものであって、それを、この、 YouTube でも活かしているって感じです。だからこの型、型といいますか、ネタを思いつく、メモする、それを発信する。で、まあ、発信していくと、こういうのがネタになるっていう見方をするんで、またネタが生まれると。この,このサイクルをうまく回していくと、どんな発信でもできますよね。だから、 ある程度一つの発信が続いている方が他の発信をすると、まあ、それは大,大変にはなります大変にはなりますし、まあ、ブログのことをそのまま YouTube で喋るっていうパターンもありますけども、まあ、大変にはなりますよね大変にはなるんだけどもでも、うん、ブログ前に続いている方が YouTube をやったら YouTube もやっぱり続くんですよね、まあ、なぜかというとそこの方ができてるからかなと思ってはいますだからそういう方がメルマガやっても続くし 型を身につけるまでにどれか一つ、まあ一つじゃなくてもいいですけど、一つ集中してやってみるっていうのも大事かなと思います。ただ今は書くと話すっていう両方やった方が効率的ではあるんで、書くと話すだとネタの調理がしやすいんですよね。焼くと煮るみたいな感じで。で、ちょっと変わるじゃないですか。焼く,焼くのと煮るのと。まあさサラダで、そのまま食べるのと茹でるでもいいですし。 その調理方法がちょっとめちゃくちゃ違うものがいいんですよね。まあ、そしたら生と焼くかなって感じですよね。まあ、ブログが生で食べるとすると YouTube は焼くって感じなんで全然違うんでじゃあ魚を買ってきてそれをそのまま刺身で食べるのもいいしそれを焼いて食べるのもいいしみたいなそうすると全く違う同じさ魚でも全く違う風に出せるわけですよね。そんな風にするとネタを調理しやすいかな。 ネタを調理,するっていう調理しやすくなると発信も続きやすくて発信の効果も出やすいと、まあ、営業につながったり自分の勉強につながったりということにはなるということではありますでそこの型,を型が身につかないとやっぱり続かないということになるんで、まあ、いわゆるネタがないって状態にはなりますよね何を書こうかなって思う時はあるんですけどネタがないっていう、まあ、ここにあるだけでまあや大体山ほどありますし過去のエヴァーノートン、 見に行けばももっっとあたたりもしたりしするんで、まあ、ネタがないことはないんですよネタがなないいことはないんだけど発何を発信するかっていうのが、まあ、なかなか思いつかないなりうまく調理できないっていうことはありますだからその調理するっていう調理できないということはあるんですよネタがなくなるっていうことを防ぐためにはひたすらネタをメモしておくとこうやって少なくとも 記録しておくっていうのが整理はしなくていいと思います。ここにある通り、整理はまあ、した方がいいのかわからないんですけども、もんん綺麗に整理しても私は意味がないかなと思います。学校の授業のノートをきれいに取ることと、何か似てるかなっていうのがあって、まノーションなんかも。この本。<laughs> 本とかっ,って怒られますね。あの <laughs> すごいマニアックなやり方ってあるわけですよね。でもそれがみんなに必要かなって考えると。 ままそうでもなないいかなと思いますよね。私はできないですね。あんなあの複雑にはできないです。あれをやってしまうともうこメモするのが嫌になりますよね。もうメ,モしメモしてそのネタをもう <laughs> めちゃくちゃ整理しなきゃいけないってなるともうネタの気力が、気力がせるんで、だからもうできる限りシンプルにっていうことをやってます。でそうそういうので、まあ、ちょっとコンパイ 11月27日にノーションセミナーをやったりもするんですけども、まあ、そのセミナーでもやっぱりひょ,ひょっとするとなんだって思われるかもしれないですよねあ。なんか全然使いこなしてないやとか、もっと複雑なことがしたいのにみたいなのを思われる可能性もあるかなと思ったりはするんですけど、まあ、そのあたりは告知のところだったり、日頃の発信で私めんどくさがりなんでめんどくさがりなんで細かいことで,できないんですよ。できないし、やらないんですよ。まあ、それはこのでも、 お話してることなんですけどもその,その私なりにちょっといや今このネタの整理っていうのをやってますネタの整理というか結局整理しないっていうのが一番でもうこれも究極的にはこのタグ付けもいらないかなとか今思ったりするんですけどただこの本のネタとかセミナーネタとかはちょっと分かれてた方がいいかなとは思ってますねだからら発信とセミナーぐらいに もうちょっとタグ分けを短くして、なくしても減らしてもいいかなとと思ってはいます。まあ、そんなところで、まあ、今日はネタの整理、YouTube のネタのネタということでお話しさせていただきました。ではこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。